こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今現在、南シナ海は最も重要かつ米軍も監視の目を光らせる海となる。これには中国の人工島建設、軍事拠点と化している状況の中、米国は台湾政策でも一つの支援をしている。昨日南シナ海で水深50メートルでの爆発があったとのニュースもあったが、日米中国以外の周辺国での監視活動は現在も続いている。これに韓国も参加するはずだったが、今では中国側についている韓国南シナ海での政策は日米とは違っている。では、日本がどんな監視活動をしているのか少し紹介していく。時系列は少し前になるが、ここを押さえることで、今現在の状況が理解できるでしょう。2018年の8月末から同年10月末までのおよそ2ヶ月間にわたり、複数の海上自衛隊の艦艇を投入した訓練が南シナ海で実施されたと報じられ、にわかに注目を集めることとなった。海上自衛隊の艦艇による訓練というだけならここまで注目を集めなかったと思われるが、その場所が南シナ海であり、中国が領有権を主張する海域であることが重要な点だった。この南シナ海に関して、日本は自国の領土、領海といった直接の問題を抱えているわけではなく、そうした意味では、尖閣諸島を含む東シナ海の方が当事国として重要とも思える。しかし、あくまでも、南シナ海で訓練を実施し、しかも参加した艦艇等が行った内容が対潜哨戒作戦を総上したものだと伺えることが、中国への強力な牽制策だと捉えられているのだ。具体的には参加した海上自衛隊の艦艇は、護衛艦加賀、稲妻、鈴付きの3隻に加えて、潜水艦黒潮であり、これに艦載機の対潜ヘリが加わって行われた。もちろん中国としても何も手を打たなかったわけではなく、中国海軍の駆逐艦を発進させ、護衛艦加賀、稲妻、鈴付きを逐次追尾して圧力をかけてきた。こうした中国海軍の監視下にもかかわらず、海上自衛隊の艦艇や潜水艦、艦載機はその向こうを押して南シナ海での訓練を実行してみせたのだ。これら参加した艦艇等の陣容から想定できる訓練の内容とは、敵に見立てた潜水艦黒潮護衛艦3隻と、その艦載ヘリで探索、発見し無効化する追潜哨戒船ほかならない。つまり、この訓練が意味するものとは、南シナ海に人工島の建設を推し進め、領土と領海を広げようとする中国とその背景にある海軍力を封じ込めんとする意図が見て取れる。中国海軍は、すでに航空母艦である遼寧をはじめ、通常動力及び原子力潜水艦も配備するなど、海軍兵器の近代化、大規模化に力を注いでおり、その力を誇示している現状がある。反面、尖閣諸島近海で日本の領海を侵犯した中国海軍の潜水艦が自衛隊艦艇の追尾を受け、それが原因で浮上したとみられる一件などのように、潜水艦の運用には弱点もあるようだ。
こうした点も踏まえ、今回の訓練公表が異例だと報じられたのは、現代における潜水艦運用の最大要素である、秘匿性を超えて黒潮が参加したことが明言された点だろう。このように、潜水艦の行動を明らかにするという行為は、前提となる秘匿性の観点から、通常の軍事上からはまずあり得ない。事態として受け止められたと言えるものだった。さらに言えば、潜水艦の秘匿性にも二通りの見方があり、一つ目は南シナ海という日本から離れた海域に海上自衛隊の潜水艦が侵入できたという、いわば攻撃面での能力の証明である。そして二つ目が訓練の想定通り、敵の潜水艦を海上自衛隊の水上艦艇や追戦哨戒ヘリが探索、発見、追尾できるという、いわば防御面での能力の証明であろう。この二つの面の能力を海上自衛隊が有していると示すことで、南シナ海で活動する中国海軍の水上艦艇や潜水艦は、その動きを無視できない事態を余儀なくされるものだと言えるからだ。南シナ海において、中国との間に直接の問題を抱えている国としては、台湾をはじめ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジア、ベトナム、などが挙げられる。こうした国々と異なり、直接的な問題を抱えていない日本が、あえてこの海域での訓練を公にした背景には、日本へ物資を運ぶ大型船舶航路の確保という戦略的な目標が大きいだろう。こうした点も踏まえ、今回の訓練公表が異例だと報じられたのは、現代における潜水艦運用の最大要素である秘匿性を超えて、黒潮が参加したことが明言された点だろう。このように、潜水艦の行動を明らかにするという行為は、前提となる秘匿性の観点から通常の軍事上からは、まずありえない事態として受け止められたと言えるものだった。さらに言えば、潜水艦の秘匿性にも二通りの見方があり、一つ目は南シナ海という日本から離れた海域に海上自衛隊の潜水艦が侵入できたという、いわば攻撃面での能力の証明である。そして二つ目が訓練の想定通り、敵の潜水艦を海上自衛隊の水上艦艇や追戦哨戒ヘリが探索、発見、追尾できるという、いわば防御面での能力の証明であろう。この二つの面の能力を海上自衛隊が有していると示すことで、南シナ海で活動する中国海軍の水上艦艇や潜水艦はその動きを無視できない事態を余儀なくされるものだと言えるからだ。南シナ海において、中国との間に直接の問題を抱えている国としては、台湾をはじめ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジア、ベトナム、などが挙げられる。こうした国々と異なり、直接的な問題を抱えていない日本が、あえてこの海域での訓練を公にした背景には、日本へ物資を運ぶ大型船舶航路の確保という戦略的な目標が大きいだろう。